アレックス・クリビーレは、スペイン出身の元ロードレースライダー。バルセロナ県、ウゾーナ軍セバに生まれる。ロードレース世界選手権において、125cc クラス、500cc クラスのチャンピオンとなった。1987年、ロードレース世界選手権に 80cc クラスから参戦を開始。翌年フル参戦し、シリーズランキング2位を得ると、125cc クラスに、 ステップアップ。1989年に5勝を挙げ、早速タイトルを獲得した。1990年には 250cc クラスに昇級するが、2年間は目立った成績を残せなかった。1992年、母国の元王者シとポンスの率いるチームに加入し、最高峰 500cc クラスに挑戦を始める。第8戦オランダ GP では、 トップライダーの負傷欠場や転倒が相次いだ波乱のレースを制し同クラス初優勝を遂げた。活躍が認められ、1994年よりワークスのレプソルホンダチームに加入。同年から1998年まで5連覇を達成する偉大なエース、マイケル・ドゥーハンのチームメイトとなる。クリビーレはドゥーハンの間近でライディングやセッティングの技術を学びながら、 次第にライバルとして対等し始める。1996年オーストリア GP では優勝争いの直接対決で初めて勝利。チェコ GP では1000分の2秒差という写真判定で下した。しかし王者の画像を崩せぬまま迎えた1999年第3戦スペイン GP 予選中にルーハンが重傷を引退してしまう。そのレースを制したクリビーレは ホンダの新エースとしてタイトル獲得の使命を追うことになる。チームメイトの岡田忠之や鈴木のケニー・ロバーツ・ジュニアとの争いとなったが安定した走りでシーズン6勝を挙げ念願のチャンピオンに輝いた。WGP に参戦して13年目、スペイン人ライダーとしては初の 500cc クラス王者であった。翌年以降は制裁をかき、2002年に ヤマハのサテライトチームに移籍するが、シーズン前のテスト中に、突如、レース活動休業を告げ、地元スペイン GP 前に引退を宣言した。王者となった1999年中から、瞬間的に意識を失う原因不明の症状に、悩まされていたことが理由であった。マイケル・ドゥハンの前世紀には長く、脇役に甘んじた点で、歴代の 500cc クラス王者の中では、 積極的に評価されない面がある。しかし、最下級クラスから最高峰クラスまで、ステップアップしながら、頂点に達した経歴は得意であり、軽排気量クラス出身者は体制できないと言われた、500cc クラスの定説を破ることになった。また、1997年から1999年に、スペイン GP を3連覇するなど、母国スペインでは、国民的英雄として、 絶大な人気を誇っていた。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。